どうも、関西クラクラクラブのコミです。さて、本日もね、こちら私の壮行会から動画を見ていきたいと思うんですが、本日のテーマは、コウモリドラグバットをですね、こちら見ていきたいと思います。で、リプレイを大きくですね、2つのリプレイから、見てもらいたいと思っていて、1つは先出しのコウモリ、2つ目は後出しのコウモリです。どっちもね、トラバルを、主力にユニットとして持っていってるんですけども、この2つのね、違いっていうのもちょっと、見ながら動画ご覧いただければというふうに思います。で、ですね、まず先打ちのコウモリ、これ私のアタックですね、見てもらえたらなというふうに思います。ドラゴン10体にコウモリの呪文6個ですね、で、攻めていってるんですけども、まずは、12時方面、アーチャークイーンとバーバリアンキングを使って、コウモリのためのサイドカットをしています。で、かつ、このウィザードと、この辺とかもね、コウモリを一発で、倒しかねないような嫌な施設なんで、それを削り、で、かつですね、クロスボウのターゲットも、こうやってバーバリアンとバーバリアンキングで、ちょっとね、集めながらやってます。まあ、そうしないと結構コウモリがね、このクロスボウ3機とかあると、結構やられちゃうので、この速射が怖いんですね、クロスボウって。まあ、それをね、ちょっと嫌がって、コウモリでこういう風に、そこを壊す間にターゲットをバーベダイキングに集めると、まあ、いうようなことをしてますね。で、まあ、そこを話してるうちに、ババキンとアチャクヤとコウモリで、まあ、約4割ぐらいの施設が削れましたね。ここまでまあ削れれば仕事としては大成功じゃないかなって思います。あとは、ガンガンドラゴンを回していくっていうところですね。まあ、今回のそのまあアタックでちょっと気にしたのは、まあ、ドラゴンのサイドカットなんですけども、あんまりね、壁の外側に施設がはみ出してないので、まあそのまんまね、こうドラゴンたちを面で出して一気に押しちゃえば、まあいけるかな、ということで考えました。で、今回のね、アタック、まずは一本こう流してみてもらって、で、その後にね、少し細かいところのプラン解説をしながら、先打ちコウモリの、まあ、勘どころっていうのをね、少し、なんていうかな、お伝えできたらというふうに思います。ここまで来ればね、もうほぼほぼ全開が見えてくるかなというふうに思います。ちょっと、余談というか補足をすると、フリーズを今回3個持っていって、まあ、その2つをね、ドラゴンパートに使いました。それやっぱりね、対空砲と、あとエアスイーパーが、ちょっといやらしい位置にあって、ずっとね、ドラゴンたちを脅かしそうだったからですね。それを、途中で止めてあげないとドラゴンが、やられちゃうかなと思ったんで、もう1個コウモリをね、増やすかどうか、迷ったんですけども、まあ、コウモリ多分途中でね、このマルチ IT にまあ焼かれるだろうと思ったんで、今、ドラゴンが倒したね、マルチ IT。1個減らして、で、フリーズに変えました。まあ、それが結果的には良かったのかなというところもある気がしますね。で、どんな風に考えたかっていうと、まずですね、今回の相手の配置を見たときに、シングルインフェルタワーが真ん中にありました。これはね、コウモリするには非常にやりやすいです。なんでかっていうと、ここがマルチがあっちゃった場合に、嫌なのは、この範囲、まあ、ちょっともう少しマルチ広いですよね。っていうのが、こっちが仮にシングルだったとしても、そこをカバーするようにこうね、マルチが立っちゃってるんですね。つまり、ここのシングル IT をコウモリで攻撃しようと思ったら、このマルチにコウモリが焼かれるっていうこと、出たことが生まれるわけですよ。これが逆戦するイメージですね。こいつとこいつが。逆になるイメージ。そうすると、真ん中この部分にね、マルチ IT があると、中央に入ったコウモリがどっから入ろうと焼かれちゃうんで、すごい嫌ですよね。まあ、だけど、まあ、3本ともシングルだったらね、もう言うことなしなんですが、真ん中がシングルだったんで、これはコウモリいけるなっていうふうに思いました。で、じゃコウモリを使おうっていうふうに思った時に、先出しで使おうと。見たのは対空砲ですね。ドラゴンを使おうと思ったんで、対空砲をなるべく壊しておきたかった。そうすると、明らかにこっち密集してますよね。なんで、ここの対空砲をターゲットにしたコウモリを展開しようというふうに思いました。で、3つ目のポイントっていうのは、ウィズ島ですね。これを気にしましたね。ウィズ島は、こことここにありますね。まあ、今回ターゲットにしようと思っている、この、マルチ IT 付近の対空砲を壊すには、まあ、このウィズ島が邪魔ですね。けど、これ壁の外にあるんで、まあ、こんなのは例えばこの大砲にね、アイゴレ一体やってるだけでも全然ターゲットが取れちゃいますし、余裕です。なんですが、まあ、コウモリのね、やっぱサイドカットっていうのが非常にこれ皆さん意識してる方はしてると思うんですけど、重要で、
例えばこっからコウモリを出すとしますよね。出したコウモリがこう行くんじゃなくて一緒にこっちにもそれちゃった場合、もう結構ねアウトになるんですね。なんでコウモリが一方方向に流れるようなサイドカットをしておきたいということで、こことここババキンとアーチャークイーンでそれぞれ全部こうねカットしていきました。これがヒーローを序盤に使った理由ですね。で、あと最後の1個、これです。敵の援軍ですね。まあ、今回のアタックね、ここの、マルチ IT から始めてもよかったんですよ。まあ、今補足飛ばしましたけども、マルチ IT の上にレイジとフリーズを打ってコウモリを落とせば、全然マルチ IT は折れますんでね、こっからスタートする手も全然ありだったというふうに思うんですけども、そうした場合嫌なのが、この援軍ですね。これをちょっとね、対処できないなと思ったんですよ。例えば、ここのビスト邪魔じゃないですか。これを倒すためにヒーローとかアイゴで使った場合、この援軍釣っちゃうんですよね。なんでやめたっていう理由があります。で、じゃあ、ど真ん中ここに一気にね、なんだ、コウモリか、落としたらいいんじゃないのっていうふうに考える人もいるかと思うんですけども、まあ、特に今回は、マルチ IT や、このウィストとかがね、周りにあったっていうのもあるんですけど、基本、陣のど真ん中にコウモリを落とすのをお勧めできません。いろんな方面から集中砲火を食らって、ゴブリンがやる前にやられちゃう、あ、ゴブリンじゃないわ、コウモリがやる前にやられちゃうんですね。なんで、なるべくね、村の角っこからコウモリを出せるんだったら出す。まあ、これがセオリーかなと思います。まあ、自分のね、攻めなんで、まあ、細かいところまで解説をしましたけども、なかなかね、人の攻めだとここまでできないので、ちょっと話が長くなってしまってごめんなさい。で、今その通りやってますね。アーチャークイーンとキングでしっかりと、順位方面から、ターゲットを取りながら、コウモリが一方方向にね、進むように。ここですね、コウモリがこっちにこう流れるように、この辺をこうカットしていきますね、こんな風に。ここは隙間があったんでね、全然、テスラが生えてくるかなっていうふうなことも、まあ、少し気にはしたんですけども、まあ、幸い生えてこなかったんで、もう狙い通りですね。クロスボウこれ何本だろう ?4 本と、インフェルノタワー2本と対空砲2本か。まあ、ここまでコウモリで全部折れたってことですね。まあ、ここまでコウモリで折れれば十分でしょうというふうに、まあ、個人的には思ったんですけども、まあ、あとはやっぱね、ドラゴンたちがいい仕事をしてくれますね。で、このボマーっていうのは、対空砲、なるべくね、早く処理したいのと、ドラゴンたちがね、このギガテスラに向かうように、今少しドラゴン、手持ちに持ってますよね。手持ちのドラゴンも残して、こう、時間差をつけて出してます。まあ、こうすることでドラゴンが、しっかりと中央のイーグル砲だったり、ギガテスラの方に向かってくれるように、時間差をかけて誘導していますね。で、手持ちの、バルーン6体ですけども、これね、後で思ったら、まあ、対空砲遠いんでね、全然、ライトニングドラゴンで良かったような気もするんですが、まあ、今回は手持ちのバルーンをね、サイドカット用に使いました。まあ、少しでもね、この辺、防衛が密集してるんで、バルーンで防衛を壊せば、こっちのマルチ IT にね、一直線にこうドラゴンがガッとね、こう進んでいってくれるかなと、ここに来たドラゴンがこういくイメージですね。こっちに反らせないようにするというイメージで。まあ、そこでバルーンをね、少し残して、あえて残しておいて、まあ、これ使っています。まあ、こんな感じですね。ドラグバットの先打ちコウモリ。ぜひね、まずは、これが使えるんであれば、非常にね、安定をしますので、使ってもらえたらな、というふうに思います。まあ、使えない場合には、好きにね、見てもらうような攻めっていうのも、非常に有効なので、これもね、皆さん合わせて、手札として持ってもらえたら、いいんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、それがですね、これですね、ダンテさんが取ってくるアタックで、ダンテさん今回ね、相手これと全く同じ村が2つあって、両方ともまさにコピー的なこれ、この攻め方で取ってます。どういうふうにやるかっていうと、ダンテさんのアタック、まずここキングで壊しますね。バーバリアンキングでしっかりとこの部分をカットしていきますね。で、クイーンでこっち側をこうカットしながら、まあ、ドラゴンを使ってね、さらにここをカットをしていきますね。で、剥き出しになった、ギガテスラに対して、ドラゴンをこう入れていくんですね。そうすると、ギガテスラを壊したドラゴンは、そのままこっちに進みます。この中央部に入るんですね、この辺の中央部に。で、中央部に入ってターゲットを取りまくっているところで、コウモリをガガガガッとこう回していく。まあ、そんなようなね、プランニングになってます。コウモリどっち側だったかな、ちょっと
どっちから回すか忘れちゃったんですけども、まあ、イメージそんな感じですね。相手のね、まあ、援軍がいようとも、あと愛着が残っていようとも、ドラゴンには関係ないですからね。その関係ないような、なんていうかな、形を作れるっていう意味では、まあ、ドラゴンすごくいいですね。で、少し、エアスイーパーが嫌ですね。このエアスイーパーに対してもしっかりと、ドラゴンが早めにアプローチをかけて倒していってくれてます。で、意外とね、バルーンの天敵で対空砲のように思われるんですけども、実は違って、バルーン対空砲結構怖くないんですね。ストレージに捕まっちゃうドラゴンなんかよりもよっぽど早く対空砲を壊します。まあ、むしろマルチ相手とかがよっぽど怖いですね。で、そうですね、コウモリを出していって、そのまま、あと2個フリーズ持ってますから、で、これでしっかりとここの、ウィズ島と、あとは、インフィルムタワーを固めていって、あとはコウモリをぐるっと回して、そのまま全開まで持っていくという格好ですね。バルーンがいい感じでウィズ島にね、これアプローチしてくれたので、ここですね。コウモリたちがいい具合にね、施設をどんどん壊していってくれてます。いやー、これうまいですね。なんていうのかな、後打ちでコウモリをする場合っていうのは、ドラゴンがなるべく村の中心部、ここですね、だから。ここら辺にドラゴンたちが入ってくれるような、状態っていうのを作ることができるんだったら、今、ダンテさんがやっておりね、こう、後からコウモリを出して、ぐるっと回していくっていう方法も、まあ、すごいね、効果的です。で、ダンテさん、今回、ここを破壊するのに、ここのとこですね、クイーンとドラゴンを使ってましたね。これペッカでもいいのっていうふうに思う人がいるかもしれないんですけども、多分ね、ドラゴン使った方がいいと思いますね。対空砲が、まあ、範囲がここ、あ、ごめんなさい。まあ、このくらいで、そんな競り出してないですし、あとは、ドラゴンを使うことによって、対空爆弾とかね、いろんなものを回収できて、その後の死後が減りますから、ペッカを使うよりもドラゴンを主力にするんだったらドラゴンで。で、こうカットしていくっていうのが全然ありだと思いますね。いや、ほんとね、レベルが高いアタックで、ダンデさんのアタック、これもう一回別の村見てみましょうかね。このね、再現性の高さっていうのが、ちょっとわかると思います。まあね、ここまででいいよって人は一旦、チャンネル閉じてもらっていいんですけども、まあね、興味のある方はもう一回、これ見てみてください。すごかったですね。こっちかな。こっちの方がよりね、格下の、タウンホールというか、まあ、レベル、まあ、裏レベルか、になるんですけども、まあ、防衛施設的にはほぼほぼ同じですね。で、同じような形でドラゴン13体のコウモリ6体で攻めていきます。やることは変わりません。あのね、全くコピー的な攻めをしてましたね。まあ、この再現性の高さっていうのも、ドラゴン戦術のいいところで、ドラゴンとコウモリって、まあ、言ってみれば、撃つ手数は非常に少ないんですよね。で、運に左右される要素っていうのもあんまりないので、安定するんですよ。しっかり手を打ちさえすれば、攻めが非常に安定すると。まあ、いうところでね、今回ダンテさん、さっきの攻めとほぼほぼ同じような、なんていうのかな、攻め方で、同じような、進捗を持って全開していますね。まあ、綺麗に決まってます。ドラゴンをさらに6時から追加して、アーチャークイーンの進行をサポートしてますね。こうやって、赤爆弾なんかもこう回収しながら行ってます。で、今度は少し変わってますね。8時から、ボマーを出して、ドラゴンたちがこの8時方面に逸れないようにしてますね。つまり何が言いたいかっていうと、ここですね、ここ。ドラゴンたちがここに向かってから、こっちに伸びるように、ここからですね、こうはいかないようにしてますね。そのためにボマを出してしっかりとドラゴンを中央に誘導。誘導し終わってから、あとはコウモリ逆方向から今回出していってます。で、まあ、この方面からね、コウモリを出しても別に、まあ、やることは変わらないですね。しっかり水島と、インフィノタワーをこうやってフリーズで止めていって、もうここまで来れば、あと怖いのはこっちにある水島だけですよね。さっきの一発目よりも、まあ、こっちの方が圧倒的な全開をしてるっていう印象ですかね。フリーズちょっと早かったので、まあ、この後コウモリがやられてしまいはまあするんですけども、もうこのウィズ島1個に対して、ドラゴンがまあ1、2、1個ホーミング食らいましたけども、6体 のドラゴン、プラスグランドボデムでついてれば、まあもう、全開は待ったなしですね。このままあとは回収して、全開目を持っていくと。
どうでしょうかね。ちょっとね、ぜひぜひ参考にしてもらいたい点っていうのは、まあ、今回ね、ダンテさんのアタックは、マルチインフェルノが2つ、3つかな、あったんですけども、それをしっかりね、ドラゴンを中心部に入れることによって、破壊しながらターゲットを取って回避。で、周囲をコウモリで回すと。で、私の、先押しのコウモリは、シングルインフェルノがあったんで、そこの弱点を突いて、コウモリを先に出してきました。で、先にね、コウモリを出した方が、まあ、多分、安定はします。ドラゴンとかを、ドドッと出すと、まあ、当然ながらね、予期しない方向に逸れる可能性もありますんで。なので、先に撃てるような環境を作れるんだったら、まあ、先に撃っちゃうっていうのが非常に有効なんですけども、ドラゴンたちをこういう風にね、真ん中に入れるルートが、自分で綺麗に描けるんだったら、それを活用して、後からコウモリを回すという手もありますね。ぜひぜひ、この辺っていうのはね、相手の対空砲の位置とか、インフェルノタワーのマルチシングル、あとはエアスイーパー、この辺をね、よく見極めながら、ドラゴン使えるなっていう風に、判断した場合には、このね、ダンテさんや私のようなアタックで、攻めてみると結構ね、攻めが安定する、煮干しの延長を取りやすいんでね、いいんじゃないかなっていう風に思いますので、よろしければぜひぜひご参考いただければ幸いです。はい、ということで少し長くなりましたが、本日はこの辺りで失礼します。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では、失礼いたします。バイバイ。